ただきましょう。乾杯。これから行こうかな、いきなり。うん、おいしい。お餅、何これ、お餅。うん、わかった。あったもんな、冷蔵庫に。みたらし団子やろ、おいしいな、うん、こんな組み合わせあんねや。 SNS で流行ってるのって今。うん、おいしいわ。はぁ、お寿司もいただこうかな。うん、ある、そっちある。あ、うん、美味しい。美味しいな、これも。うん。おお、美味しいな。うん、美味しい。ご飯には合わへんけど。そうや。うん。団子がご飯みたいなもんやもん。うん。これ味付けって。塩コショウな。お手軽やし、いいな。うん。食べる寸前にベビースターかけた方が良かった。パリパリの食感。出来たて味見した時の方が美味しかったから。ああ。注意書き書。うんうん。ちょっと気になるの。ちょっと段ボール開けるとき人見てん。私の家って。わ。すごい。何それ、ワイツあげるやつ、どういうこと。これな、このボトルにこうやって差し込んで、ただ出るだけじゃなくて、めっちゃきめ細やかな泡を混ぜてバーって出してくれるから、安いワインとかやったら年数浅いよ、うん、コクが出るようになんねんて。あ、じゃあ美味しくなるってこと。ありがとう、すごいね、ありがとう。楽しみ使うの。ビチャーって服にかからないから。チャスケ、チャッポリ、チャチャって幸せやな。うん、そうやね、チャチャはほんま苦労を知らない。ほんま政治家ってさ、小泉さん、どっち、淳次郎、淳それ混ざってるんじゃん。純一郎、まず純一郎混ぜといてくれる。おいしくなれ。